さらば愛しきプロ野球。今回は小畑さんです昭和50年その手腕で弱小と呼ばれた広島カープを初優勝に導いた名将お荷物球団と呼ばれながらもその逆境を乗り越えてきた広島カープ小畑さんは何を変え何を作り上げていったのか小畑さんが辿ってきた道は 今のプロ野球のチーム作りに一つのヒントを与えてくれるはずです。名称小畑健。赤ヘル軍団の黄金時代を築いた小畑さんのプロ野球人生は昭和三十三年に始まりました。 党・公・首と三拍子揃った小羽さんは一年目から活躍二度の盗塁王も獲得します昭和四十五年南海へトレード広島では不動のレギュラーだった小羽さんでしたが南海では控え選手として二年間を過ごしますこの時の経験が監督になって生きたという小羽さんは 昭和50年にチームを初のリーグ優勝に導くと昭和54年には近鉄との主闘を制し日本一を勝ち取ります小川さんは監督として1820試合選手として1500試合を超える試合ということはもう3000以上の試合を 戦ってこられましたね。千八百出てました、ねえー、で、<laughs> はい、この一試合。って言うと、やっぱりあれですか。あの、江夏の二十一球。っていう試合が。そうですね。あのシーンはもう。えー、忘れませんね。 でしょうね、はい。まあ最初の年の優勝もう嬉しかったですけど、えー、日本一になってないもんですからね。えー、もうこれで日本一になれたわけですから。はい。えー、あのあのシーンだけはも本当に忘れられません。んはい、えー。あの時実は、えー、1979年です。これ実はその翌年のこのオーシャルベースボールガイド。 というのにこれ表紙を見るとですねやっぱり江夏とで近鉄はマニュエルだったですね。これはその第7戦で決着がつくわけですが3勝3敗で迎えた日本シリーズで1979年の11月4日というのは天気が悪かったんですよねそうですね。 なんかだんだん悪くなってきてありましてね、えーえー、そういう面だけちょっと心配 <laughs> しましたけどね。でもまあ どう転できてしまいましてね。はい、ああなんとかこれ逆早く点を取りながら行きたいなと思ってまあリードしてし、えー、リードしたんですね。そうですね。前回球会の裏を迎えたわけですけどね。まあだいたいあの日本シリーズではこの年もそうだったんですが小林さんは実は連敗からスタートしてますよね。言わないでください, <laughs> <え> <laughs> いや、えー、あの最初の年もそうですけど 2>,、えー、2位引き分け4敗で。 終わってしましままたですから54年もですね2連敗した時に随分かかりそれはもう選手権で一回も勝てないんじゃないかっていうことをかかりましてね自分もそういう気持ちに少しずつなりつつありましたけどああでもみんなとねあのこうして話をスタッフの人たちとも話した時にいや一つ勝てば。うん また道開けるよねあ<ー>まあ自分に言い聞かせるようにそういう話をね、えー、あーコーチの人たち,と,ちょっとしたことが思い出しますけどね。それで連敗のあと3連勝して広島から今度は、えー、大阪球場あの時はなぜかあの大阪球場で,でまあナイターの関係などもあってやったんですよね証、はい、明設備の関係でね。そ,でねそれで、えー、大手をかけたんですがこれ敗れて3勝3敗の。 そしでこれその1点リードして4対3できて、はい、あれ江夏登板っていうのは結構早い人から7回ぐらいからいきますよね。そうですね、はい、もうここを抑えるのは、うん、えあのいないというあ<ー>江夏もあのシーズン中もですね えー、サイニング、2イニ,ニというのを結構投げてくれてたもんですから、うん、まあサイニングで行ってくれるだろうなということもありましてね、うんえー、行こううとというここになりましたけどね、うん、これで7、8とすっと来てですね、はい、いよいよ初の日本一なるかという9回に入りました。はいはい でこの時近鉄はまあ西本さんが、まあ、一度も西本さんも日本シリーズで勝てない監督さんだったんですがここはこの回の先頭バッターの肌田がセンター前ヒット打ちますで,す、はい、で走り屋と言われた藤瀬をダイソーに送るそうですね、ええ、もう藤瀬が来た時点で当然走ってくると。ああ ですから普通の,、まあ、あのどんなにクイックモーションで掘ったって仮の場合にはそれだけの技術を持ってましたので当然これは,はあの走られると、うん、ただセカンドでを、まあ、止まってくれれば同点というん、テテ可能性は出てもそれ以上ものは出ないだろうと、ね、のそれまでのピッチングを見てますからね。 た、はい、ところが水沼の送球がそれて、三塁まで富士山が行きますね。ノーアウトランナー三塁でこの次のバッターがアーノルドという外国人、はい、外国人いましたね。いましたこれまたフォアボールになっちゃうんで,、ね、ですよね。まあなんていうんでしょうね。草彅とこの、うん、ねパイパイのところを狙え、ね、狙えながら振ってくれればいいというあ<ー>感じの投球をエナツもしてくれましたからね。うん、ですからまあそういう面では。 ひょっとしたら歩かしてもいいかっていう感じも、私はベンチの中では、普通でしたら、もう逆転のなんなんですからね、なんでお前、そんなこと考えるかって言われるかもしれないですけど、もう、ここではもう勝負だなと、この回がもうすべて勝負だろうっていう気持ちを自分なりには、そういうふうにベンチの中でですね、思ったちょうどその時ですね、フォアボール出ましたからフォアボール出た、はい、でダイソ石を使ってまでよね。も当然です 当然走ってきます。うん、ですから、走ってきた時点でもうノーアウト2塁3塁でも満塁ですよね。ですから、私はあの何て言いますか。か、えー、ノーアウト1ノーアウサードになった時点で2人のピッチャーを。ブルペンに生かしたんですね。はいはい、はい、ブルペンに生かせました。えー 北と生きがいですはいそうですね、えー、そのこの2人のピッチャーが走っていってるところを、うん、マウンド上の猿之助君は見たわけですね、うん、そうですね、はい、そしてその後にその、えー、フキーアーノルドをね、うん、迎えてるわけですから嫌な気持ちも結構あったんだというふうに私それ分かりませんなるほど知りませんでした、うん、これシリーズ終わってから衣笠がね、えー、監督2人行かした時に、うん、もうう どうなることかなってものマウンドにいる江夏の顔色見たら「と変わりましたからね」って彼がねこれよく知られた話ではありますけどあの時衣笠さんは江夏になだめに言ってるんですよね「お前がやめるんだったら俺もいつでもやめるぞ」というようなことをね言って話をした。それが 結果的ににはです、ねえー、少しし気持ちのの切り替えをしてくれたのかな,なというふうに思いう思ます。だから絹枝さんにも感謝してますし、うん、それとあの私も何か2人の会話が長かったもんですから、うんえー、コーチに「すまんけどマウンドに行ってほしい」ということを言って、うん、そしてもう次のバッタもいやーも嫌だってフォアボールでもいい,いいからそういう局面になったらノーアウト満塁、うん、それからやっていこうよって。 もうノーアウト満塁では救いというのはもう100%ない、えー、自分ではもう思っていましたですから100%ないと思うとなるほどしかしワンアウト取ったら、うん、今度はもうねベンチ我々も注意しておくけどもバッテリーも内野も注意しておいてほしいと、はあ、いうことを、まあ、コーチの人に伝えてもらってですねノーアウト一・三塁ピンチのエラーズ第4球を投げました。 代表の福井氏スタートした水沼モールを2塁に送ったがセーフだノーアウトランナー2、3塁金鉄チャンスが広がります小馬監督出ました平野を歩かせ満塁策を取ります カッターボックスは石綿です西本監督かつて日本シリーズでスクイズ失敗の痛い経験がありますサードのベンチの中に我々のベンチの中にいる選手にもね、うん、あの頼んだんですね、うん、もうとにかく相手のピッチャーとかいろいろ見ないでいいからサードのランナーだけ見とってほしいと サードのでスタートが早いとかねおかしい時にはみんなで声出してくれないかということをねですから自分はあのシリーズが終わってその後も何年か経ってもあの行ったんですけどねあの時にもしベンチの方をカメラで撮ってもらってたら選手があのベンチにいる選手がねみんなも前に出て「外せ!」とか「きたぞ!」とかね言ってる場面をね撮ってもらってたんじゃないだろうかそのくらいベンチにいる選手たちもね あのサードのランナーの動きとか、それに集中して見てくれてたんですよね、うんうん、そういう話を結構したことがありますけどね。うん、守護神、ナスのピンチは続きます、サヨナラの場面、初球、カーブを外して、エナス第2二2球を投げた、スクイズだ、外れた。さん、スクイズ失敗、三塁ランナー、藤は飛び出している、キャッチャーの水野が、追っていく、追っていく、タッチ、アウト、これでツーアウト、近鉄スクイズ失敗、広島バッテリーは見事に見抜きました。 2アウト2 3塁石綿をトゥーナッシングとエナツ追い込んでいます第4球を投げたカロミシ半エナツバックポーズ広島発の日本一エナツ広島を日本一に導きました広島飛眼の日本シリーズ発生派です長かった普段のスラを乗り越えましたナパエル軍団日本一小馬神徳大阪に参ります まあこれが世に言う江夏の21球でしとめたということですがこう江夏の21球と言われているけど実際には全選手がそのものすごく高いレベルの緊張感の中でそれぞれの役割を果たしていたという,そうです、ね、ことですね、はいあの。私もあの時に考えるのは何かと言われれば、えええー、逆転されるというのは全く思ってません。 あそうですもうさよならって終わりですから、ええ、そういうことを全く思ってませんから、まあ、えなつだから抑えてくれるだろう,うしかし1点取られたら同点だと、うん、同点になったらどういうふうに考えなきゃいけないかなと。 っていうことをたただ一つ考えました、うん、ですから二人のピッチャーをーあのブルペンに行かせてです、ねえー、いつでも投げるだけの体を作ってみなさいっていうことを、はい、この一つのことと、うん、それとやっぱりそういうなんかこう嫌な思いをえな、ー、つをしてるのをすぐ察して衣笠、うん、がマウンド上に行ってですね、うん、いろいろな話をしながら、まあ、気持ちをこう和らげてくれたっていうことですね。うんえー、それと今も言いいましたたようににベンチにいる選手たちが本 本当に一つになってああグランドに集中して、うん、選手相手の選手の動きを見てくれたということですね。小馬さんは広島カープ監督に就任してから実に1801試合もの指揮を取ってきました。監督通算成績は873勝791敗。平成11年には野球殿堂入りを果たし。 名将と歌われた小林さんですが、優勝した後 B クラスに転落すること2回。そこからチームを立て直し、小林さんは4度のリーグ優勝を達成します。ここに名将小林武史の進化があります。まあ小林さんからご覧になって、まあそのプロ野球の中にはそれこそ数多くの監督さんが誕生してこられました。 来シーズンからまた新しい監督さんでスタートするティームもあるわけですけれども監督にとってこうそのティームを率いていくそれから勝負に勝つこういろんな要素が必要だと思うんですが小場さんがこう挙げるとするとですねどんなことが監督とはと言われるとそうですねもうグラウンドに入ったらはい、あのボールから目を離さない、はあ、選手たちの動きから目を離さないなるほど これは私監督の一番大事な仕事の一つじゃないかなっていうふうに思ってますよね、うんうん、まあプロですから、はい、大変なお金を払ってファンの方たちが野球場の、うん、足に運んでいただいてますよねそのファンの方たちが納得してもらえるかどうかそういう野球をするかどうかというのは、うん、我々は選手たちにそれをさせるかどうかっていうのが大事な仕事の一つですねで、私たちの時には本当にドラフトだけしかないですから選手の取り方とチームの 作り方、選手の育て方さえ間違わなければ大体どのチームでも平均した勝ち星をげてもいいっていうふうに思うんですね、うん、今はもうフリーエージェントもありますし、うん、1位2位がね、うん、あの選択できるようなシステムになってますから、うん、作り方というのは違うかもしれません、うん、でも私たちの時にはドラフトだけですから、うん、それでも差があったわけですね、うん、上位と下位の差がありました、えーえー、ですからそれをしていくためにはやっぱりみんなで必死になって、うん どれだけ一年間を通してやり通していけるかどうか、うん、っていうことじゃないかなというふうに思いました。うん、でから私はあのグランドに入ったらもうみんなに言われましたけどね、うん、選手にうちの監督は鬼だなと <laughs>、うん。いやもう試合終わったら、うん、ほとんど選手にいろいろ言ったことあまりなかったというふうに思いますね。確かに小林さんはそのゲーム中の中で全部こう。 何かまずいプレーがあったり、はい、指摘しなきゃいけないプレーはそのゲームの中で解決していくという策を取られましたね。そ,でねそれ以外あの試合が終わってから長いミーティングしたり、うん、まあ文句言ったってね選手は僕も聞いてませんでしたから先週時代みんなそうだと思いますよ。うん、はいもう明日明日明日だ明日だ,明日だってだと思ってますから、うん、それと、えー、遠征なんか来ますとね、うん、試合が終わって長いミーティングしてたら友達が迎えに来てるんです。 食事に行こうよ飲みに行こうよと迎えにしてるんですよ。えーえー、そういう時長いミーティングしてもね、聞いてくれません。うん、なるほど、はい。何を言ってんだ、ということになりますから、うんうん、もうそれをしては無駄だと思いました。うん、だからもう試合中にいかに。もう自分も精一杯目を離さないようにして。うん、選手たちの動きをきちっとしていって、うん、試合が終わったらもうそれで終わりだ。というふうに自分でしていこう。いうふうに、うん、<laughs> やってきたつもりですけどね。うんうん ということは、まあ、大体、試合時間というのは3時間半ぐらいかかるわけですね、はい、よくファンの方というのはその、うん、プレーをしている時間だけが試合だと思いがちですが実際にはその前の、まあ、23時間の、まあ、練習も含めてグラウンド入りしてくるわけですね、はい、その時から小賀さんは全選手の動きを確実に自分の目で確かめておくそうですね試合終わって必ずトレーナーと、うんえー、スタッフミーティング。 はい、監督コーチでします、うん、その時に今日あんな,あのなんか足をひねったみたいだけどもどうだったかなということを、うん、あの確認しとってほしいということと、ね、そのあくる日の試合前のミーティングスタッフミーティングしますので、うん、そこにトレーナーも一緒に入ってもらって、うん、そして、えー、昨日こうやっては大丈夫かなと、うんうん、いうことを確認ししますそて、えー、昨日のゲームで、まあ、バント失敗したとか、うん、右打ちができなかったとか。 いうことがあれば今日はもう試合,の試合前のの練習はそのこととだけでいいと、うん、もうバッティングなんかしなくても、うん、そのことをきちっとやらす練習をさせてほしいというん、要はお互いにそういう確認ですね、うん、そういうことをあのコーチの人たちとですね、うんえー、試合前終わってから試合前ということはもう必ずやって、えー、確認しながらしたつもりですよね。うん、ということは今の,その監督さんを見ていらしてですね、はい、中には小林さんの目から。 あのこういうふうにした方がいいんじゃないかなとかね、はい、あの俺はこうやった方がいいと思うよとか、うん、そういううのってありますかそうですねだからよく私たちも時々キャンプなんかに行った時にいやうちはピッチャーはまあまあですけどリードがですねっていうね、うん、あのコーチとかいう人もいる場合があるんですよね。うん マスコミの人たちもそういうことを言ってる時あります。うんうん、いやーそんなことよく言うなというふうに思うんですね。それを手助けするのが監督コーチの仕事ですよ。うどうもおかしいと思ったらお互いにこう納得しながらやっていくのが当たり前ですからね。監督なんてそうですね。2年でクビになったら1年でクビになる。うん、びっくりしますね。うんうん、なるわけですから。うん、やっぱり勝たなきゃいけないんですよね。うんうんうん 勝とうと思ったらそういう必死になってどれだけ一年を通してやっていけるかいうことですよね、うん、私の場合には50年に途中から監督なれと言われましてね監督になって優勝してしまいましたこ、うんなに、うん、自分に与えられたノルマがありますよね、うんはい、最低70前後、うん、私たちの65勝65敗で5割ですからね、はいうん、だからあと3つか5つ勝たないと をやったな、来年やるかっていうことを言ってもらえないかもしれません。うん、だから、それを勝つかどうかというのは、やっぱり必死になって。みんな一年をやり通せるかどうか、いうことじゃないかなというふうに思うんですね。うん、終わってから、首になってから、ああすればよかった、こうすればよかったと思ってもですね。えー、終わってもしょうがありませんからね。そ、うん、思いました。まあ、今お話を伺っていると、そのボールから目を離すな、選手から目を離すなっていうことが。 おばさんのあのベンチワーク立つ位置はいつも決まっていらっしゃって、あのバットケースの横で、ちょっと顔が半分テレビから映るぐらいのところにいらっしゃるんですね。気が弱いんですけど。いやいやいや、そう一番でも見やすいところ全体がもうパッと見えます。ね、はい、ボールが打たれてパン飛んでいきます。うん、飛んだ時にあ、カットマンあのバックアップカッ,カットマンバックアップベースカバーピッチャーちゃんとこう動いてるかなとこう見えますよね。うん、そういうことによって。 ちょっとしたミスバックアップがいいところにいなかったばっかりに冒頭になって次の塁、ね、を与えたその後ヒット打たれたあの点が大きかったなというのがシーズンを通したらあ、うん、あれがあるるありますよね、うん、それをさせるかどうか、うん、させないかどうかというのが私たちの仕事ですから、うん、なぜそこにそういうふうになったんだということをベンチに帰った時に、うん、きちっと指摘できるかどうかというのが監督の仕事ですね、うん、コーチの仕事ですね。うんうん 監督としてスタートした小林さんはいろんなことをなさいます、はい、その例えばキャンプ地の設定ですとかあるいは沖縄に前半持っていくとかそれから雨が多いところであのシートを作ったり室内練習場とか <laughs> いやいやんなことなさいや <laughs> いやいやいといや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 当にですね、えー、よくオいやーがあにですね。 あの言うことを聞いてやってもらったなと自分でねただ自分は責任としてもうチーム作っこうして任されてる以上はもうずっとカーブが優勝争いの中におれるようなチームを作,作っていかない若手を育てていかなきゃいけないっていうので、はいはい、ですからキャンプ地にですねあの室内練習用を作ってくださいって言ったんです。うん、そしたらお前 なんであんなあったかいところに室内練習場が必要なんだって最初言われました、うんはい、でいや私ねあの自分がキャンプ地のことは一番わかってるんです、ね、あそこは3時過ぎたら、うん、もうねあの風も結構強くなったりするしそして、えー、キャンプの後半は雨が多くなるんです。 後,後半一番大事な仕上げをしなきゃいけないのにね、うん、そこで狂わす場合があるから、うん、室内があったら何の心配もいりません、うん、作ってください」うん、と言いましたら本当に、まあ、気持ちよくですね「うん、よしおじゃあ作ろう」と、うん、いうことであのそうですねレフトの方に内野の練習できるピッチャーとの連携プレーできるようなねあのサブグラウンドがあったんです。うんそこに 室内練習を作ってくれましたねそれがその後三3年ぐらい後ですかジャイアンツが宮崎に作って、はいね、ほとんどの球団が今度は56年後に室内練習をですねキャンプ地に作るようになっていったわけですけどうもうそういう面では言ったことを、はい、オーナーがですね、うん、すぐ作ってもらいましたしそしてシート作ったのも今言われましたようにねんでお前シートなんかどうするんだって言われました。あの時にね200 300万 かかっしたんですね、えー、いや雨が多いんですからもう前の日にねあの敷いておけばくる日は内野の練習なんかしたくてもできないからもうどうん、お願いします買ってくださいって言ったら、うん、もうそれも聞いてもらいまして、うん、その後ですねほ,こほとんどの球場がシートをです、ね、敷くようになってまあ中止しなくてもいいような感じもなりましたけどね。うんうんうん 広島市民球場もそれを持って帰ってずっと敷いたりしてやってきましたからねそういうことはもう本当に球団も私たちも現場に一緒になってですねチーム作りしていくことができたなっていうふうにもう本当は私は幸せせな時に監督さててもらってますよね、うん、でこれは何もその頃からの50年以降のカープというのはことにそうだと思うんですけれどもその選手だけではなくて。 まあ俗に言う裏方さんと言いますが、はい、まあスカウトもスコアーラーもバッティング投手もみんなすごく頑張るんだな自分たちのやること、まあそこにプロフェッショナルって言っていいと思うんですけどみんなその道のプロなんだなということをもう何て言うんでしょう現場とフロントが一体になってチーム作りができていったということですね。ですから 私たちもあのシーズンを始まってからでもスカウトの人たちともほとんど合いますよね、えーうん、ほとんど合わないチームが多いのかもしれませんけども私たちは本当にあにグラウンドでいろいろ話をしたりですね、うん、東京来てもまた大阪に行っても担当の人たちとこう話する今年どう,、ね、どういう選手が目立つって言ってそういう話をしながらで,できたら。 今年は左ピッチャー見とってよね、うん、先発がいないよったら中継ぎでもできるようななんかそのピッチャー頼むねとか野手でこういう選手がいたらなっていうことをお互いにこうずっとシーズンを通して話し合っていける<ー>っていうことですねそれは本当にいいチームできた一つの私の時の要素やなかったかなとそれはみんなの力がやっぱりそうやってアカヘルブームにだん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 。 進んでいくで、ね、ということなんでしょうかね。本当そう思いましたね。第、はい、一人として嫌な思いですかね、うん、あのさせないしない、うん、っていうことですよね。うん、みんなが一つになってやってもらったなという,ふうにあの十一年間は本当に幸せでしたけどね。はいえー、こうして広島カープの時代黄金時代赤ヘルブーブが始まっていきます。広島から。 球界に旋風を巻き起こしたアカヘル軍団そこからは多くのスター選手たちが生まれましたミスターアカヘル山本浩二そして鉄人衣笠幸代二人の中心打者は大いに広島ファンを沸かせましたしかしアカヘル軍団の魅力はこれにとどまりません スイッチヒッター脇役たちの活躍ですホームランを打つことだけが野球の魅力ではない足の速い選手守備のうまい選手野球という競技が持つ幅広い可能性がカープにはありました アカヘル群像たちを今度は語っていただきたいんですが、はい、まあやっぱり何と言ってもミスターアカヘルは山本浩二さんですね彼が、えー、若手にその後ですねだんだん力をつけてきて、はい、そして一つの中心選手になっていくからというのは今度は若い選手たちに絹笠<ー>と一緒になってどうしていったらこういうふうにこういう野球をしなきゃいけないんだっていうことを一生懸命ね、うん 言いながらやってくれたということですね、うんはい、いろいろなアドバイスもしてくれたこのケースはこういうふうに打つんだとかねあの何て言いますか進める野球もありますから、うん、まあ彼らにも要求したことが結構あるんですね、うん、ここで1点取ったらもうなんとかね勝ちに繋げるぞというケースが結構ありますよね後半になって七八のノーアトランのセカンド、うん、当然 このケースはもう普通に打打つよりも右打ちなんですね、うん、なんとか進めるバッティング、うん、そういうのを彼らにも随分要求しましたああまた、あ、今でもあんまりそういうチームを見ないケースが多いんですけどね、うん、ですからそういうことを徹底して彼らがやってくれたから、はい、若い選手もおのずから自分たちはまだそれ以上にやらなきゃいけないんだなと、うん、いうことを知ってくれて。 えー、来たということですね。うん、そういう面でのチーム作りというのはだんだん,だん,だんあの最初の頃から四五年になりますと、うん、もう何も言わないで、うん、選手たちもそういうことを分かってくれたっていうのは大きかったですね。うん、山本康二さんはまあホームラン王にはなりますけど、はい、イメージとしてはやっぱり迅速コーダという、そうですね。そういうイメージで入ってこられましたよね。はい、そうですね。もう守りが非常に堅い選手、えー、守りがいいということですね。はい、ですから。 年間障害通り水も二百五十前後してますね。これ木村さんもそうですけどね。晩年ね、私あの通りのサインを出さないようになったことがありますよね。そしたらね、彼が言うんですよ。あの自分の障害通り水を追い越させないために、飛ばさんのそういうこと冗談でね、二人とも一体んかしたことがありました。だから今度は僕も負けないで。こんな人こは 何べも踏んで走ってるのに3イン出せるかって前に進んでないんだっていう冗談に対しましたけどそのくらい意欲を持ってでしたね、はいうん、それこそ守りでも走るんでも最後の方はうドタバタになるんですが、はい、それとも浩二さんは走りましたから走ろう走ろうという、ね、ね<ー>意欲を持って、ね、それ示ししてくれましたよね、うんはい、やっぱり岩本浩二が精神的な支柱であった。はい ですね、で巨人の応援に匹敵するのは、やっぱり山本耕史、衣笠。そうですね。です、でなんと言っても、衣笠さんを語るには、小川さんもずいぶんこう心を悩ませたという。あの連続試合というのが。かかりましたね,ね。あの連続試合、連続イニングの方が、ずいぶんやっぱり神経を使いましたね。<ー>連続試合というのは。はい どううい形でででも続けることはきますのそれはもうそう神経を使わなかったんですけどやっぱりイニングスで結果的に苦しんだっていうのはありましたけどねですから連続イニングを外すっていう時もですね木の屋さんに部屋に出て来てくれるかって言ったら入ってくるなり彼が何か言おうというのは分かってるっていうことを言いましたからね理解してるんだったら連続試合連続イニングスは外すと。 うん、しかし連続試合は嫌、ね、というまで続けていこうということをその話をしましたけどね、うんはい、そのくらいもう私がま恵まれたと言いますのは今よくありますねちょっと気がしたら休む。うん 主力選手がねね結構多いんですよ私と一緒にやった選手たちはもうそういうちょっとした怪我を絶対休もうとしない隠す、うんはい、そういう選手たちに恵まれたということですね骨折ししてても出てましたよね <laughs> だからもう何にも考えないでバッター打順をこうある程度こうね、えー、パッとこうまあ衣笠さんの素晴らしさっていうのはもともと平安高校でキャッチャーで入ってきた。 それがあのいろんなポジションこなしていくんですねやりましたファーストやってそれからサード,やサードもまあ外野をやったこともあるからねですから彼はいろいろなポジションをこなしてきてますので、うん、指導者としてはね、えー、私はもうす素晴らしい指導者になると思うんですけどねこれ七不思議でまだ監督さんになってないんですが頼みますね木根橋さんの采配 選手指導を見たいなと、ね、私は思います私もそう思ってます。えー、何でかと言いますの,あの私もいろいろなポジションを経験させてもらったからいろいろなことに目をつくようにできたと思うんですね。だから一つのプレーでも、うん、まあランダーセカンドだ大きいリードが大きいと、うん、じゃあこれをアウトにしようと思ってセカンド投げたボートになった、うん、それをパッと見て誰が。 うん、誰が悪かったからそうなったかっていうのをきちっとベンチで見て指摘できるかどうかっていうのはそういう経験してないとねできないんですね。それをまたきちっと言わないと選手はどん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 そういう野球になってしまうんですね。うんうん、だからそれができるのは数少ない選手の一人だと私は思っています、うんうん。はい。ねはい、まあ山本光治、木笠さん、二台看板がいた。はい、ただその2代看板の周りに。 バイプレイヤーがたくさん育っていきますね。そうですね。えー、それもまたスイッチしたをね。どんどん作られましたね。必死になって彼らが、ねえー、ものにしてくれた短期間です。ですね。これ吉彦さんの後山崎翔だみんなこう小さなタイプですけれども足を活かして、はい、で左バッターとしても成長していくスイッチヒッター、ね。あ,あの僕らもね、えー、現役の時に左バッター有利だな。 と思いながらででもね、右だけ終わってしままいしした。かしやってみたいと思っても場がそんなにねあの時代マシンがあるわけではありませんしねだからできなかったりのもありますけど今の選手たちはねやろうと思えば自分の持ってるものを最大限に生かそうと思ったら何でもできるわけですねその場もありますからねしかしそれをやり通したというね最初の高橋英一子が成功しましたから僕らも山崎が「やれ」「翔うだやってみたら」っていうことを 言えたわけですけど、ね、まあ、あとマメ、豆、豆と言われましたが、長島というのは勝負強くて。シリーズでの、あの、満塁ホームランですとかね。そうですね。なホームランを長島は打ちましたね。意外性のあるということで、よく言われました。えーえー、まあ、あれは入ってきた時から、そういう。はい。面構えしてましたから。そうですね。まあ、そ幼いにしても。頑張りましたしね。はい、まあ。一つ、いろいろなポジションをやれ。 僕らもね、えー、選手には言うのは楽です、やる方は大変なんですけども、うん、それを、ね、また木下っていう選手もいましたけどね、はい、今カープのコーチもしましたけども、えー、彼らがそれをもう本当にやってくれましたよね。ほとんどのポジションできます。はい 監督として一番楽なのは何かと言われれば司会にいるベンチにいる選手が全部の選手がどこでもできたらどんな使い方でもで本当に楽なんすこれ自分勝手かもしれないけど監督になってからすぐ選手にそれをね頼んだんですけどねみんなやりまましたよねのパンチョと言われすでも今年のロッテは実は小賀さんの時と同じことをやってるんですね。 いろんなポジションをロッテの選手も今、守りますでもそれは古賀さんの時きにも私たちの時最初の頃ですからね、そういうことを言うと、よく言われました、先輩から、器用貧乏で終わってしまうから、若い選手にあんまりそういうことをさせるなということを言われる人もおりましたよね、でもプロ野球ですから、試合出て給料お金を稼がないと、何の価値もないんですよね。 ですからどんどん試合に出れるチャンスをつかむということはいろいろなポジションをしておけば怪我したら、うん、あっ、これかということになるわけですからねねい,いですよ、ね、それとキャッチャーのお話では正捕手だったら水沼からこれ、うん、立つ川に変えていく経緯の話なんか伺いたいたでですね、はい、そうですねねそう水沼、道原,道原、ね、この2人を併用して使ってきました。はい、同じ年代ですから、えー まあ同じように肩の衰えも来た若いピッチャーは一球外すことによってねあのそれが走らなかった時なそれで崩れていくケースが非常に多いしかし次のキャッチャー誰かって言われればもう立つかああ肩は強いですしね、うん、あとはバッティングはもうそうでもありませんでしたから、ね、でもぶつかってでもいましたよぶぶ。ぶつかれぶつかれぶつかれけて <laughs> まあよく言いましたけどね<え>ぶつかってないのにこうしたっていうのは <laughs> <laughs> ありました。でも、ねうん、あの次立つかだなと じゃあ、立川をゲームに使って、そして、ま、え、き、ー、私たちは勝ち星があるわけですから。勝っていくために、どうしたら一番いいだろう、言ってね、うん、コーチの人たちとも話をしました。うん、私も、よし、もう自分でできる範囲のことやってみよう。立川、悪いけども、ベンチからサイン出す。あ、最初はサイン出したんですか。うん、納得してくれと。ほう、うん。自分でサインを、うん、何ヶ月ですかね。<ー>ベンチから出しました。 そうしながらいろいろなことを知ってもらいたいもう使うわけですからこのキャッチャーも使って勝っていかなきゃいけない自分に与えられたノルマがあります勝ち星というのはそれに近づこうと思ったらまあ貨にかに1年間出させた場合にどうかな半分かなどうかなってやっぱり考えますそれ少しでも貸したいと思ったらまあ自分で納得できるようにしていこうじゃあ自分で出そう。 そして立川も試合終わってからまたいろいろ話もしたりしながらですねうん、うん、行きましたけどねその後も今度はコーチがね一生懸命そういうことをしししなながらリードてていってくれました、うん、なるほどそういう面ではやっぱり自分一人では、うん、そういう選手たちの本当の作り方っていうんですかねうん、うん、できませんけどもやっぱりコーチの協力っていうんですかねそういうことを必死になってやってくれる相手を分析します。 そういうのを試合前と試合中もできるだけベンチの一緒になって言ってくれる、うん、で終わってからまたいろいろな話をしてくれる、うんうん、試合終わってミーティングしますねスタッフミーティングそしたらもうそういうコーチが出して打たれて負けるもうねミーティング中下向いてます。うん うん、そのくらいなるほどがっくりきてですね、うん、でも僕はあなたの責任じゃない、うん、あなたにしてもらったのは私なんだから、うん、<laughs> っていうことですよね、うん、責任は自分しかないわけですからね党首、うんうん、王国赤ヘル軍団広島カープの強さのもう一つの理由です速球派技巧派打者たちと同じように 様々なタイプの投手が広島には揃っていましたしかし広島を支えた高投手たちは決して成り物入りで入団した選手ばかりではありません練習で実戦の中で叩き上げられエースとして育っていった投手が数多く活躍しました広島カープ生え抜きの投手だからこそファンの思い入れは強くなっていったのです ピッチャーの話もやっぱり伺いたいた、はい、ピッチャーはそれこそ赤ヘルのその万全の投手陣を作っていかれました北別府、はい、山根川口もう名前を挙げるときりがないほど、はいえー、いますね。で始まるとですね<ー>もう歴代もう長谷川さんから言ったらなおのことそうなんですけれども、はい、一つだけあのやっぱり亡くなられた津田投手の話をね。 まああれのこと言いますとすぐ涙が出るそうでそのくらい彼はねドラフトの前ですよね私会いに行きまして、うん、大体そんなことしちゃいけない今言ったら行きますよねもう絶対取りたいと思います、うん、スカウトの評価もそうでした、うん、それで、えー、津田に会った時にですね津田 こ来てもね、私はもうカープ以外だったらもう1年が社会人で頑張りますと言ってくれっつってね言ったんですねそしてまたドラフトの会場からもですねスカウトの人にですねもうとにかく1位でいくとだからそれだけ伝えてほしいということを言いました。 1> 1位で本当にそしたらまあ本当に喜んでくれて、うん、で私はあのドラフト前に会った時にカープで取ってないのは新人王だけがない<ー>タイトルがないんだとあとは全部取ってる、うん、その新人王を津田はお前に取ってほしいんだと。 いうことでそういう話をしたんですけどね、うん、その通りの活躍をして新人を取ったんですね、うん、これが初めての新人音ですそれから何回か続けて、ね、新人を取ってますけどあの津田がそういう面でピッチャー全体に残してくれた、うん、あのすごいいい子なんですね性格的にも本当にですね打たれると自分一人で背負いますしね まあ、そういうところがありましたけどね。えのことはもう。ずっと今でも気にしながらね。もっとやってたらな。もっと稼いで。ね、喜ばしてくれてたなというふうに思うことがあります。毎年、あの津田の会をね。あの広島の方で。私の友達とか選手たちも来てね。あの、してるんですけどね。まあ、誰にも愛されて。ああ、本当すごい。感銘の。 ピッチャーだったと思いますが、はい、それとその例えば大野投手などもそうだと思うんですが、はい、彼はもう軟式の出身でそれほど騒がれたわけではない。はい、高校の時にはあのなんて言いんですかサインの方ではそこそこのね、A、評価されてたみたいですけども、うん、どうしてもテストを 受けたいと受けさせてやりたいということを友達の出雲、えー、の方から電話をもらいましてね、うん、それじゃあ最低1週間来てほしいと<ー> 1>, 1週間見ないとねすごい23日でダメとかいや取ろうとかいうことはできない、うん、1>, 1週間休暇取れますかねって言ったら「いや何日でも行かしてやると頭取が言ってくれてる」って言われるもんですからね <laughs>、えー、それであの来てくれたんですねで最初見ました時にあの何式しか投げてませんでしたから。えー あこれはちょっとしばらくかかるだろうなただ一番面白かったのはカーブが非常にこう大きくてドローンと曲がってくるんですね、うん、あ最初はいいやもうバッティングピッチャーだけでも <laughs>、ね、左ピッチャーがちょうどいませんでしたから <laughs> バッティングピッチャーで、うんうん、まあ,あいいじゃんじゃあバッティングピッチャーでもいいから取っておこうと<ー>いうことで採用したんですね。 うん、そ,れがそれであの2年間ぐらいの,、ね、ね<ー>あのすごくお母さんこうでしたからんなんとかお母さんを、ね、んあのゆっくりさせてやりたいという気持ちがあって頑張ったあの2年間というのは本当に頑張りましたね、まあ、先発に抑えに中継ぎをしたこともありました三、はいね、院といえばもう一人鳥取城北の川口は、うん、ボール速かったそうですね。ですね えー、彼も私、えー、取りに来ました、はい、ドラフト1位か2位ではもう絶対指名するとういうことをしたんですけどもね彼にも言いました。 もしどっか来てるやったら肘が痛いなってね、うん、そ,うそういう態度ななかなかやります態度してくれるかって言ってね、うん、そういう笑い話も、うん、<laughs> ありますけどね。まあ速球派のピッチャーとしてね、はい、ボールの速さは川口でしたが、まあ、北別府のあの。 針の穴を通すようなう、ね。この凄いコントロール、はい。やっぱ柳ですよね、えー。この出し入れは凄かったですね、はい。もう相性の悪い安倍の人もいましたけど。ね。一球ボールって言ったら、なかなかその時ストライクと言わないんですよね。うん、そこにまた持っていくんですね。北部君。うんうん、じゃあ、またボールって言われるとね、ベンチ帰ってきてから言うんですね。北部君。もう絶対ストライクなんだ。 ああ監督言うてくださいって言うわけですし <laughs>、うんうん、でもアンパイアボールって言ったらもうボールないもうちょっと中に入れるよ、ね、うにしてで言うんですね。でサードコーチャーに行きながら「何か入ってる言ってるよ」って「いやこのくらい離れてる <laughs> なるほどボールだ」って、うん、そう言われたらしょうがないって言うんですけどね。まあ北別府さんはそのコントロールを信条としてでもなぜか日本シリーズでは北別府は勝てなくて山根が勝ったという。 これは不思議ですね。そうですね。<ー>本当にあの、あれだけに印象した。としてもね、<ー>勝てませんでしたからね。<ー>でもいいピッチングはしたんです。うん、そうですね。ねはい、いいピッチングはしたんですけども、勝ちに繋がらなかったっていうのがあるんですね。うん、ただ山根がやっぱり。あの、相手の球団との兼ね合いもありましたけど。非常に仮の場合、に小さく落ちるボール。うん、フォーク。とはちょっと違う、握りもちょっと違うんですけども、フォークみたいな、もうほんのちょっと落ちるボールがね。うん 非常に有効、特に左バッターに対してですね。それがありました。なるほど。ですから、い色々なデータをこう出してもらって、それで調べていくと。あこのピッチャーの方が可能性があるんだ、うん。ということも含めて、北部、うん、あの山根が中心になった年も。ああ ありますのでねうん。そうですね。まあもちろんそのエナス投資がいた時代もあれば、そのまあちょっと話は出ませんでしたが、あのアンダ田総ンの金城もそうですね。活躍しましたしね。ねあ<の>金城も故障なかったのなんて言いますか、交通事故なかったら大変な、えー、大変なピッチャーです。そうですね。はい、まあそうやってやっぱりその投資力が一つのこうきちんとしたまあ守りをきちんとするというあのスカウトの方たちとよく話しましたのは。えー とピッチャーとと同じような力だったたらピピッッチチャャー取りいー何人いてもいい、うん、ピッチャーの実証をすると3割打者っていうのはトレードで3割打者でね、うん、あのトレードで実証くださいって言ったらピッチャー変、うん、絶対変えてくれません、うん、だから実証できるピッチャーっていうのはもう、ねうん、その近くできるピッチャーだっのは何人でもいてほしいと、うん、ピッチャーをできるだけ取れるようにしていきましょうっていう話をしながら行きましたね。 こうして赤ヘルのまあ黄金時代を築いていかれました今、数々の選手の名前を挙げていったんですがまあ彼ら以外にもたくさんの選手が赤ヘルを支えそれから、そのコバファミリーと言われるようにその当時カープを支えた選手たちがみんないろんなチームのコーチとして成功している正田、はい、にしてもそうですし内田さんにしてもそうですしもうたくさんいますよねそうですね。ええ ですからもう本当にかそういう面ではね、ええ、感謝してますし、うん、でまた一緒にやったそういうコーチの人たちがね、うん、時々、ああいう箱をあったり、電話をくれたりしますとね、うん、本当に嬉しいですよね、うんうん、もっとそういう選手たちがコーチになって、野球界をこう引っ張っていってくれるようになってくれたらいいなっていうふうに思いますけどね。うんうん、三拍子揃った選手として、広島カープを支えた選手時代。 あの、長嶋選手と首位打者を争い、小畑氏の名を全国に知らしめました。そして、監督時代にはチームを日本一に導き、広島カープの名を野球ファンに知らしめました。広島という地方都市の球団を日本で旋風を巻き起こすまでに作り上げた小畑さんの目は、今、 世界の野球へと向いていてます最後に伺いたいのは今広島カープは小賀さんの時代からなかなかあの優勝争いができない山本浩二監督も今度退任をいたしましてブラウンというあのなんかルーツをもう一回あれこういう形になるのかなと思わせるようなその外国人監督で 来年からスタートし、ねえー、これ広島に向かって小馬さんがこう今何か言いたいというのはどういうういことですかそうですすかそね私も11年間監督やらせてもらいまして一番監督しながらずーっと思いながらて特に11年長くをやりましたからどっかで離れなきゃいけない自分だけいい目したということは言われたくない、うん、小馬が辞めたら何もなかったなっ、うん、言われたくはしたくない。 必死になって自分なりにチーム作りしてきたつもりです、うん、ですから辞めるときに僕は言いました最低五年間はこの戦力で戦っていける、うん、優勝争いの中に残るだろう、うん、本当に五年間で二回優勝してるんです、うんうん、辞めた年に優勝しました、はい、アナで優勝しましたで確か二位二位ですか、はい、で山本工事になって二年目かぐらいには優勝してます五、はいはい、年間は戦えているんです、うん、その五年の間に今度はどういう スタッフ作りをしていくかチーム作りをしていくか、うん、これは大事な監督の仕事ですから、えー、ずっとそれから低迷してきてますけどね、うん、もう一度ね、うん、そういう長期的な考え方を持ちながらなるほど本当にしっかりしたね、うんえー、将来も含めて、うん、そういう,う長い、えー、<ー>戦力の戦い方ができるようにな、うん、チームにしてほしいなと。 いうふうに思いますねつまり今を戦うという部分と、はい、それから先を見据えても戦うんだよという、はい、その両面です、ね、そうですね今のプロ野球はあのファンの方たちもそうですけど、うん、マスコミの方たちもね一、うん、年悪ければ、うん、もう終わりじゃないかとどんどん<ー>言われたり書かれたりしますよね、うん、そういうふうになんかこうリードされて持っていかれてるという感じもあるんですねですから 長い目で見なきゃいけないチームも戦力がなかったら作りようがないわけですね、はい、それはあるわけですよね、うん、ですからお金があってチームに魅力があればそこにどん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 選手たちは集まってきますよ、ねうん、そういうところはチーム作りというのは本当に楽なんですね、はい、フリーエージェントもありますからしかしそうではなくて根本チーム作っていかなきゃいけないっていう球団の場合にはそれはできないわけですからね、うん、ですからそういう面での難しさっていうのをあの理解しながらですね、うん 本当にフロントと現場と一緒になって、うん、私があれだけあのやらせてもらってうまくいけたなと思うのはもうフロントとですねもう全てが一緒になってチーム作りすることができたということですね今でも12球団そういういいチームは結構あると思います、はいはい、しかしそうではなくてですねなんか全てをフロントで決めていって、うん、それがいいとこあるのか分かりません、はい、いいチームだったらいいんですけど、うん、うまくいってないんだったらもっともっとですね現場の 意見を聞きながらですね、うん、一緒になってチーム作りしてほしいなというふうに思いますよ、ね、なるほど、これが今プロ野球に向かって小賀さんが一つ提言をする、はい、そのフロントも含めたチームのあり方。はい、それから 今度は全体的なこう例えば、気候のあり方の中でですね、はい、例えば、えー、セ・パリオリーグの会長ですとかコミッショナーですとかこれからこの人たちがどうやって日本のプロ野球を、ねはい、こうリードしていくのかという、ね、この点についてはどうううででしょうかそうですね去年から今年にかけていろいろな問題が出てきていますよね。はいうん、ですからもっとコミッショナー両リ、えーグの会長主導権を持ってですね、うん えー、オーナーの方たちとそれができないんだったらオーナーの方たちがもう本当に全部で表面に出てきてもらって、うん、こういう、ええ、プロ野球、えー、機構でありたいプロ野球でありたいんだもっと野球に目向けてほしい、うん、私たちも少年野球のことを、はい、一生懸命やってます、うん、もう指導者の方たが必死なんですね、うん、子どもたちよく指導者たちにお礼言うんです私はねあなたたちのおかげで 子どもたちがこうして野球に目を向けてくれてるんですよね、うん、ですからもっとプロ野球界もねそういう方たちに目を向けてあの応援できるような体制を作らなきゃいけないんですね私にはあんまりにも力がありませんねっていうそういう話をよくするんですよね、うんうん、ですからこれはもうこれからのね大きな課題の一つだというふうに思ってますね、うん、サッカーがやっぱり成功しながら言ってるというのは、はい、プロと 全部ってうのが一緒になってね、ええ、あの一生懸命、えー、一番上が、うん、あの高校大学も、ね、しながらね、うん、応援体制を作っていってますよね。うんうん、そうなるように、うん、プロ野球界もですね、うん、もう一度考えないしてほしいなっていうふうに思いますね。うん、今小林さんは従ってそのライフワークとして、はい、少年野球の指導、はい、これにこうすべてをかけて。 いらっしゃるというところが結構年間はい救急質問しますし、それと海外のねあの子どもたちの交流を一生懸命やってます。ですから来年は三月にはオーストラリアで国交30年なんですね。それで7チームぐらい派遣してですね、そしてオーストラリアの子どもたちの交流をずっとやってきてますので。五月には今度はヨーロッパで初めてヨーロッパ大会123カ国集まって。 えー、私たちも日本からら、うん、チームぐらい行くでしょうね、うん、そういう交流を年間にそうですね5回か6回、うん、世界との交流をしながら行ってますので、はい、毎年日本で、えーうん、江戸川のグラウンドを借りて世界大会もやってますそういうことをしていきますとね本当にあにボランティアで皆さんが監督コーチ、うん、そしてまたお父さんお母さんがグラウンドに来てですね えー、子どものために一生懸命やってられる姿を見ますから、えー、どんどんそういうことをね、うん、あ見に来てほしいなと本当に見に来てほしい、うん、どのくらいみんなで必死になって、ね、野球に目を向けさせてくれてるか、うん、ということをね、うんうん、してほしいなというふうに思いました野球の国際化ということはそこが一番大事なことでそのオリンピックから外されたということを嘆くのではなくて、はい、もっと野球を広めていく中から そこに国際化その先にその世界選手権があったりオリンピックがあったりということうで、ね、オリンピックで金メダルを取ることだけが何も国際化につながるわけではないと本当に言われるということですよねす、はい、初めてですから、えー、来年5月にね、えー、ヨーロッパ 大会をするぞとヨーロッパ野球連盟でね、うん、言ってもらった私たちに一緒にやろうということを言ってもらった、はいえー、こんな嬉しいことないですね、うん、ヨーロッパに野球がないから結果的にロンドンの今度の場合にですねで野球はやらないということになってるわけですけどねこれからもそのグローバルな目で野球を見続けていきたいという小賀さんの気持ちが本当に伝わってきました。